いやちょっと自撮り棒がダメだな、いまいち。これ充電外すか。どうもということで、ゆいかの発展ポストス始めます。どうも。はい、ということでね、金賞に着きました。はい、金賞ね。ダメだな、自撮り棒がなんか調子悪いな。なんでだろう、バッテリーがねえか。調子が悪いな、自撮り棒がグラングランよ。ということで、ほらグラングランよ。どうすよこれ、やばいな、自撮り棒が使えんぞこれ。ちょ待てよ、やばいな、久しぶりに使うからよ。一応あ持ったな、よし OK だ、やった。ということでね、南口北口だよ、思いっきりここ。マジか、南口で行きます。はい、アンポンタン7いらっしゃいね。南口か、じゃあ行こう。ニコニコ生放送っていう、サイトがあるんだけど、そこのね配信者たち、あとなんかよさも来んのかな、なんか集まるらしいので、はい。でね、よっさんがなんか三連単クラブね、なんか来いよとかね、あの動画で見た、 YouTube の動画で見たんだけど、煽っててね、お前どうせね、お前これ、来ねえだろって、もしね来たら今度はね、今度はね俺がねバッチバチにやっつけてやるからって、ね、ぶっ飛ばしてやるからってよっさんが言ってたんだけど、そう、俺がね前回三連単クラブの緑とかよっさんたちの三連単クラブの後の飲み会で、金賞のね、居酒屋さんに緑とよっさんがいたんだけど、そこに乗り込んでね暴力を振るというよっさんをねタコ殴りにしまくって、5万円ぐらい約払うというね、はい、緑とよっさんに5万円払うというハプニングがあったんですけど、はい、あれから4年、あれから4年が経ちました。はい、で今度ね俺が三連単クラブにもし来たらボッコボコにやってやると、今度は逆に、はい、って動画昨日見た。はい、ってことで、まあそんなこともありながらね、いきます。はい、あ僕は絶対手出さない、はい、もう言われたい放題に予算の、攻撃、はい、靴と手とね杖と、はい、それをちょっとね受けようと思います、もしね何かにあった場合は。はい、ってことで、杖野郎、まあ杖野郎はね来る、俺来るかちょっとあんまりよく分かってないから、はい、でまあ一番はね、まあ、緑が中心でこの三連単クラブやってるので、そこに向かおうと思います。でどこにいるか分かる、ちょっとね場所が俺分かってなくて、どこに集まってんのかとか、うん、南口のどこなんかね、あとねやるなっけ、だっけとろみちゃんとか来てんだな、九州からとろみちゃんとかで、上さ上がろう、これがついて普段どんな文句言われてもさ、もうどうしようもなくない、画質に関してはそんな怒んないでよ、そんなさ必死に。わかんないけど丸い前ね丸いあったから、そんな怒んないでよ、なんだかわからないけど、そんなさクリスマスの日にさ、クリスマスだぞ、心が貧しいよ、ね、しょうがないでしょ、俺まだ出てきたばっかでいろいろわかんないことがいっぱいあるんだからさ、怒らない。高架下の公園ってだから何公園って分かんないもんだから、その公園名とかがさ、一番出さない。僕は三連単クラブは参加しません、ニコ生配信者を見に行こうっていうだけなので、見に行くだけです。はい、見に行くだけで、俺は別に賭け事しないし、お金ないし、1万円なんで。ないので、行きません。別に誘われてもいないし、行く予定も微妙だったからね。ただ、緑がなんか昨日さ、ツイッターのあのトークだけできるラジオみたいなやつで、
なんか来てもらいたいなみたいに言ってて、通話かけてたんだけど、通話かけて入れなかったから、まあ気分が向いたら行こうかなと思ってたから、うん、そうそう、なんか1万円じゃないとダメらしい。俺2万もうない。1万いくら8000円とかそこらしい。そう、スペースで緑いってたよね。あ、着いたよ、丸い。ちょっと待って、丸いで探すから。人も多いな、ここも。丸いでね、配信者探すから。丸いの前通り越した、丸いを越した、丸いの前の通りを越したところを左、了解です。丸いの丸いすぎて越したところを左ね。ありがとうございます。皆さんのねコメントが僕がね配信者を見つけることができるようになるので、よろしくお願いします。このまま真っすぐね、このまま真っすぐで次左で、あのチャリンコダメだな。左側通行なのに右側ダッシュで走ってる、さやさやしらっしゃい、危ないな、あれ言うのは。こいつもダメ、チャリンコは左側通行ですね。だから反対側のところを走ってください。ああいうの注意したいよね、正直。注意よ、チャリから俺が見えない、消えてんのか俺は。ここを左ってことね、ここね、ここを左、そうだよね、うん、そうね、はい、ありがとうございます。ちょっと斜めになってるけどね、ごめんね、画面が、うん、何、ナイフママと直接対決、あ、関わらないね。よっさん来たろ、うん、よっさんもだいぶぶりだよね、だいぶ会ってないので、はい、じゃあちょっと配信者来るまでインカメにしとくか。よっさんが緑と合流した、本当に。じゃあもう三連緑の三連単クラブの放送の方でもうよっさんが合流したのが分かったってことだね。そのまままっすぐで高速の下の公園、 ありがとうございます。もうね高速のところ着くわ。これ、あ、一応ねスタビライザー使ってる、ボロいけど。亀仙人いらっしゃい。まあ俺基本的にその変な人と絡まないから、はい、今日はニコ生配信者を見に来ただけなので、基本的に変な人と絡みたくないので、あの当たり障りなくするかシカトするか、うん、森を蹴るとき、あの当たったときにヨッサンを蹴るっていうあの物語でしょ、あれはあれ捕まらないあれは捕まりませんか、大丈夫です。あ、ガス綺麗、ありがとうございます。人のことを変なやつと言うけど、お前も変なやつ、そうだよ。だから別に自分のことをさておくとは言ってないね。とろみちゃんね、さっきなんか配信枠開いてたね、うん、そうだね、絡んでもメリットがない。まあとりあえず緑がさ来れたら来てくれっていうのは昨日ねなんか言ってたから。お、もっと2回逃げてって言われた。誰が？あれ緑？そうそう、 ありがとうございます。久しぶりで、お久しぶり。なんで緑知ってんだろう、俺が来るってコメントか。野田君から聞いたみたい。あ、そう、カメラどっち？カメライン。あ、ありがとう、うん、ちゃんとインにします。だってリスナーとか絶対来るじゃん、だからなるべくインにしてその場にいる、あっちに行ってからアウトしようと。結構前からねリスナー来て喫煙所に溜まってましたよ。あ、そう、うん、マックスさんって言って暗黒系統で知り合ってたリスナーさん、もうかなり古いね、だから